お、聞こえた？聞こえたかな？多分私またブルートゥースつなげてました。おはよう、コバさん。おはよう。聞こえた？よかった。今日三つ編み。どんぐり拾った？タルタルソースさん。ちょっと待って、なんかさ、私おかしなことになってんだけど。三つ編みナイス、本当？よかったよ。髪型？そう、髪型。今日一日こういう髪型で行ったからさ、ちょっとくしゃってなっちゃった。もっと綺麗だったんだよ、最初は。チャオチャオ、オトピアさん。タルタルソースありがとうございます。さくら、やばいやばい。どんぐり拾ったよ、きまるさん。ありがとうございます。おはお、キゾタン、おはお。30分に離席いたします。そうなの？お風呂入ってくる？お風呂頑張って。スパイダーネット見た、見ていた服、見ていた服8回目ぐらい。何スパイダーネットって？スパイダーマン的なやつ？何それ？何それ？浦山さん、こんばんは。どんぐりひよってありがとうございます。塩でデート、デートなのかい？楽しんできて。あみだくじ、あみだくじ、待って、何言ってるの？うーじゃないのよ。よいしょ。骨骨ロック、何？何のこと言ってんの？彼女いないの？彼女いないの？彼女作らないの？通じ合えない仲、通じ合えない仲だと思う。どんぐりに着替えた、ありがとう。最強。私もどんぐりに着替えたい。おはおうって配信夜ない、気はないかい。いや、いいんだよ。おはお、おはおはなんだからいいんだよ。おはようだよ、ずっと私は。こんばんは、まさとじさん。フォローありがとうございます。土壌が、で、あ、こんにちは。こんにちは。ぽっちゃん、一緒に遊びましょう。道場王が出てきて、通じ合えた。よかったよ、よかったよ、よかったよ。よく見えんだけど、結ばない方がよかったわ。どうにか、どうにかシュッてちっちゃくしといてください。私加工しちゃうと気持ち悪いことになるから。そんなことないよ、そんなことない。よかったよ。昨日お休み言うの忘れちゃった。っていうか寝落ちしてた私。
記憶ない。だから TikTok を開いてて、で TikTok どうしよっかなって考えてて、そのまま寝てたから、一人の人の TikTok をなんか何百回も再生されてた。気絶してたよ。そう、気絶したのよ。やってしまった。だから今日のお昼ぐらいにお休みって書いといた。遅れすぎてごめんねって感じ。気づかないっしょ。でもあんま、ケーキありがとうございます。そういえば X いいねできるのね。うん、昨日知った。やっちまった。私ちゃんとルール守ってたのにさ、私がルール誤解してたみたいだ。やっちまったよ。駅の人もいるからね。ヨンスケカル、ヨンスケカル、何ヨンスケカルって、ホスカルっていうこと。ヨンスケカルって何。4、5時、あ、5時ね。助かるってことか。こんばんは、ハマネリオさん。ちょっと前に寝ぼけて入れたコメにいいね来てて驚いた。嘘でしょ、何やった、君何したの。イノベーションさん、こんにちは。お、ギョーハさん、お久しぶりです。こんばんは。今日結んでる、ちょっと失敗しちゃったけど、こんにちは。前に彼女がいたけど別れた原因が優しすぎるって言われた。交際の難しい。シミヤさん大丈夫だよ。その優しさをちゃんと理解してくれる人は必ず来る。久しぶりじゃん、久しぶりじゃん。ギョーハさんも来てくれる。明日、明後日、1日がねデビューライブなので来てね。かわいい、ありがとう。ありがとう。ショールームのファン方にお休み入れたつもりだったのよ。あ、そうなの。ファンルーム方、まあいいよ、いいじゃないかい。いっぱいリープしといて。そよ風さん、こんにちは。しそまさん、こんにちは。なぜ、ん、なぜ、あ、どこ、なんて読むんだっけこれ、どこか、五反田 G6 ってところ。お、流れ星ありがとうございます。ニックさん、青さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ノルマさん、こんにちは。明日は品川です。場所、五反、4月1日が五反田 V6 じゃない。ローマ字忘れた。ちょっと待って、五反田、ちょっと待ってね、私のツイッター見ればわかんないけどさ、ツイッターどうやってログインするんだっけ。今さ、最初に言ったやつが正解です。なんだっけ、うわー、ちょっと待ってね。私のインスタとか X に載ってるんだけど、私のインスタのハイライトのところにアイドルっていうやつがあるので、それに載せるようにしてますので、ぜひ皆さん見てください。ちょっと待ってね、めっちゃ悔しい。ちょっと待ってね、なんだっけな。ミューターさん、こんにちは。さっきまでずっと言ってたのに、それそれ、 GG だ、五反田 G6、 それそこ。特典あるからね、来てね、一緒にチェキ取ろう。
まだね、予約数が少ないんだって。その時は髪の毛多分おろしてると思う。おろしてるのが一番自信がある。私は結んでほしかったら結ぶけど。明日は品川、あのね、3、4期生の方の卒業ライブにちょっとだけあのお邪魔をさせていただく感じかなって感じです。明日品川です。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ちょっと見るわ。お、流れ星ありがとうございます。品川のとこ、ちょっと待ってね。あった。私ここに全部メモったりしてるから。品川クラブ EX、 品川プリンスホテル、品川クラブ EX です。はい、明日です。ドキドキするね。あれ戻れなくなっちゃったです。明日は品川クラブ EX で、あさってが五反田 G6 です。しなぶり、それ来て来て。でも特典とかは4月から始まる感じです。私とかは明日は先輩たちの卒業ライブだから、そう、私たちがメインってわけではないです。でもいる。でもいるよ。お邪魔させていただきます。こんばんは、リミットさん。お、リミットさん、オールありがとうございます。ありがとう。じゃあ五反田だね、来て。そう、五反田の方が嬉しい。どっちも嬉しいけど。たくさんこれからライブあるから。ね、みんな来てくれる？え、あのさ、明日来る人とかっている？明後日とかいるかな？
今日ワックスを、ワックスっていうかここがね跳ねちゃうの、私これがこれがこれが跳ねちゃうからワックスくっつけてたら、メンバーのレンタンっていう子に、え、待ってワックスつけすぎじゃないってめっちゃ言われた。ワックスそんなつけてるつもりなかったんだけど、私ワックスの免疫があんまなくて、そうワックスを頑張ってたらバレた。めちゃくちゃ跳ねてるね。跳ねてるでしょ。言わないで。くっつけとくよ、じゃあ。くっつけたらくっつけたらさ、ベトベトになっちゃうんだ。もうどうしたらいいかわかんないよ。どうだ、ワックスの適量ってどのくらいなんだろう。ちょっとじゃない。そう、なんか男性と女性のさあれが違うじゃん、のなんか量っていうの、そのあれが違うと思うから。私はそのあの塗るタイプのワックスしか苦手だから、 それしか使いこなせるのが塗る方だから塗っちゃってるんだけど、うん、昔からねこのねマトメージュっていうねやつ、見えないか、マトメージュってやつ使ってる。なんか確かねピンクと緑があって、ピンクがちょっと若干弱めのワックスで、緑が強めのワックスって感じ。地下採用中さん、ルーナさん、こんにちは。まさとしさん、ファンレベル5ありがとうございます。つけがちなのよ、ワックスとかケープとか。そうなの、つけがちなの。マトメージュ使ってる人結構いるね。いる。私マトメージュしか使えない人。あの小学校ぐらいかなから使ってると思うよ私。間違ってたらあれだけど、ずっと多分マトメージュだったと思う。マトメージュとケープのどっちかだね。今多分他のメンバーの人たちも配信する頃じゃない、わかんないけど、美咲とか多分今してるでしょ。どんぐり拾ってありがとうございます。ムオムオさん、こんにちは。メンバー7人。今日ちょい時間早めだったから驚いた。やればできるでしょ。いや違うの、今日は道に迷ったけどすぐ帰れたっていうのが大きいっていうのと、メイクそのままできたから。いつもはメイク落としてるけど、あの私はメイクをなんて言うんだろうな、ショールームで見てくださってる人にさ、なんかよれたメイク見せたくないじゃないですか。ボロボロのメイクは嫌だから、ちゃんとしたメイクで綺麗な状態で配信を見てほしいっていうのがあって、メイクをパックしたりとかしてからやってたからこうなった。でも今日はいや、なんかよれてなかったからこのまま来た。あんま行ったことないところだった、迷うって。うん、
行ったことある、行ったことあるし、あの、うん、結構な頻度で行ってる。道に迷うの、もちろん、もちろんです困っちゃうよね本当に。いや、道に迷うっていうか、道に迷うのは当然、道に迷うのはなんか常連なんだけど、私は道に迷うよりは、あの、もちろんもちろんですよ本当に。そう、道に迷うよりは電車に乗ったんです。で、電車に乗ってこれじゃないかもって思って乗り換えて、他のに、でもこれじゃないかもって思って、でもよくわかんなくなって帰れなくなってた。結構な頻度で行っても迷うね。迷うよ、人間だもん迷っちゃうさ、常連って、もう常連ですね、本当に。早く出ないと、明日も早く出ようと。なんでこっちが聞きたい、こっちが聞きたいぐらい、こっちがなんでこんな迷うのって思っちゃってる。私さ、小指がね短い小指だけ。なんかピースをするじゃないですか、親指にね届かない現象が起きてるね。なんでって思ったの。多分誰もバレてないからいいんだけど、小指が届かないのなんか多分だけど、小指の長さが異常に短くて、私あのわかんないどうしたらいいのこれ。長くする方法あったら教えてほしいよね。新宿とかならわかるけど、あ、新宿ね、新宿迷うよ。なんか新宿は迷うよ、迷わなかった日なんてない。待ち合わせとか無理、なんかどこいんのって言われる、いつも分かんないよってでも結構小指短い。小指ってさ、なんで短くなんだろうね。足のね、足の指もね短いんだ。どんだけどんだけ、こうやってすんごい伸ばせば多分めっちゃ長いのだけど、きついの、つっちゃうの多分。その通常モードがこれだから、そのなんか多分だけど、体でいう胴体なのね、ここが、ここが大きいんですよ多分私。あと短いみたいな、どういうみたいな、どういうシステムなみたいな、ね、これちょっとやばいよね、どうしたものか、どうしてくれるんだ。こうやってさ、よし、よし、よし。みんな、じゃあじゃんけんしようよいつも喋るばっかりになっちゃうから、じゃんけんしてやろうじゃないかい。僕が助けるよ、小指だけ。本当？どう助けてくれるの？約束できる？約束できますか？チョキ。遅いけど、私多分グーの予定だったから負けてるね。
君巻き。あきやんさんこんにちは。今日最初はグッじゃんけんぽい。あいこだったでしょ。巻きてしまった。引っ張る小指。あやめて。いい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 です。ジェイソンさんこんにちは。みんなバックれたな。急にバックれた。あ、アルカさんありがとうございます。バラ10個ありがとうございます。ひっそりいるよ。めちゃくちゃいてください。ひっそりじゃなくていいのに。今日写真どうしようかな。いやー怖いのがある。ふさ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 のやつがある。私のいる部屋ってぬいぐるみが多いんですね。昔から揃えた。私 UFO キャッチャーが好きな人だったから、いっぱい UFO キャッチャーしてたから。だからいっぱいあるんです。ぬいぐるみだなっていうやつがある。すっごいよ。チョッパーは20体ぐらいいる。しりとりしないチキン。しりとりしないよん。んです。うん、ヨーキャッチャーうまい人。うまいよ。特技に入れとけばよかったね。ヨーキャッチャー上手だよって。あ、アルカさんだるまありがとうございます。ありがとう。あ、21個もありがとうございます。あ、違う21って言おうとした。ありがとうございます。ありがとう、キラキラ。ありがとう。しゃ。偽アルファさん、こんにちは。アルファさん。ゆきさんこんにちは。天然じゃない。チキンだよ。チキンだよ。何がチキンだよだよ。チキン言ったじゃん。だがねって言ったじゃん。しりとりやらないよん。だからうんだよ。今次出てくるかね。ふん。ひひひ。ゆうさんこんにちは。
あ、そういうこと？腕終わったからしりとりじゃないよってこと？あの、全然わかってます。しりとりの、しりとりの魂胆は知ってます。でも、しりとりはんで終わるとか、そんなんない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 。概念捨てないといけないんです。どんぶりご飯だよ。あ、今日どんぶりご飯なの？ね、よっちゃんは今日は納豆だよ。ルールをねじ曲げた。そうそうそう。ルールねじ曲げちゃうよ。いや、カレーだったけど、カレーだったのか。納豆カレー美味しいよ。え、待って、私んちだけじゃないよね。え、納豆カレーってあるよね、普通に。私納豆カレー普通なんだけどさ、納豆カレー美味しいよ。三つ編み、はあ。唇しわしわ。あ、じゃあば。普通に納豆カレー美味しいよね。嘘、美味しいの。強えな、ルールなしかよ。ルールなしだよ。だけど3秒ルールのため負け。ふっさふさ。ふっさふさって言ってるのは、今カツラが下にあるのでふっさふさと言ってるんです。カツラコーナーみたいのを下に作ってて、1個しかないんだけど。私のカツラ紹介はいらないでしょ。もう2回登場させてるから、怖いから。まさとしさん、ファンレベルロックありがとうございます。しちゃった。こんばんは、やちさん。1個なのにコーナーとは、場所って意味です。ふさふさなのよ。もうさ、蹴っちゃった、私今。どうしようどうしよう。まだ上昇、後で拾うから。今度お団子やろっかな。3秒ルールは、物を落とした時、いかほど、何人いかほどって、いかにも。3秒ルールは、物落としたときじゃないよ。食べちゃいけないから。私は0秒ルールの生き方で言ってるから。お団子いいね、ぜひやります。いいでしょ。ちょっと待っててね。なんかこういう感じになる。あ、ちょっとやばいね。ちょっとやばかったね。ワックスいきます。あ、まとまった。内緒にしてね。どんだけいかほど、何いかほどって教えてくんないの。教えてくんないの。くるんくるんちょ、くるんくるんなのよ。行こう。どこ行くの？
行くよ。上から目線やろうとしたけど睨んじゃった人、上から目線じゃないな、なんだっけ、下から目線だっけ、苦手。たけしさんこんにちは。こんばんは、たけしさんこんばんは。あや、今日は写真待っててね、待っとって待っとって待っとって。あの狂ってないので大丈夫ですよ。私意外と真面目だから、あのね、静かな空間が苦手なだけな普通の人です。昨日前髪上げてた、こうやって意外となのね。何意外とって、てか普通に人見知りだよ私。はい、もうこうやってまとめ術つきすぎるとまた言われちゃうから、つきすぎって、え待ってって言われた今日一緒に歩いてたら。花かっぱ知ってる？何やってますの？知らない。止めて、私のこと止めて。私も何やってるか分かんないんだから、いつも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 こんな感じで、私どこ行ってもこんな感じ。変わらなすぎて、なんか変わらなすぎて初めて会った人種って言われる。今日は豚バラ丼とざるそばにする。豚バラ丼とざるそばにすんの？豚バラ丼？美味しそう。ざるそばいいね。私ざるそばめちゃくちゃ好きで、おそば屋さんよく行くんだけど、おそば屋さん好き。なんかせいろとかも好き。うどんも好き。うどん食べると唇をお金腫れちゃう。醤油じゃない、なんだっけ、だしのよう、だしっていうかタレ、わかんないけど、そのうどんのなんかスープみたいなやつにやられる。薄いところは全然いけんだけど、濃いなってところはなんか、あ、めんつゆか、めんつゆでやられる。今日さ、スキップスキップランランランって書いてちゃん、あれ本当にスキップしてた。スキップしながら
スキップしながら道迷いながら、めんつゆにアレルギー的なものがあるのかしら。いや、なんか塩しょっぱいの、全然そういうアレルギーとかはごまとエビだけなんだけど、なんかそういうのはない、めんつゆアレルギーとかじゃない。でも唇が、てか私皮膚が弱いから、そのせいで唇腫れちゃうの、真っ赤にたらこ唇みたい。そんな湯は食べれないけどね、私もあんま食べれないこれぶってるとかじゃなくて、本当に遅すぎるぐらい遅い食べるのがあのこの間小学校1年生の子と食べてたんだけど、三角のコンビニのおにぎり食べてたんだけど負けた早ーとか言ってなんでそんな早いの、早いんだよ私って言われたかわいすぎ。6歳と21歳です。15個差嫌になっちゃう。小学1年生に負けるんだよ、そう負けた、はい、15個差そうだね、15個差です。あ、怖い、辛い、嘘でしょって感じ、やだ。エビ食えないの、うん、エビ食べられないよ。エビ食えって言わないでね。でもまだ症状としては弱い方だから、そのなんかなんていうの、痙攣したりとか何か反応出たりとかないんだけど、ごまが多分普通にやばい、うん、ふりかけ食べたいけど食べれないみたいな、残念すぎる。本当だよね。でもカニはいけるの、私カニ大好物でカニいけた、大丈夫って言われた。カニは甲殻類なのになんでってよく言われるけど、カッパエビセンとかもダメなのかしら。え、ダメなの、食べてるけど私。え、ダメなの、あら、カニはいいの、そう、カニはいいの、カニ大好き、カニ大好き、カニ鍋よくやるよ、家族と集まってカニ鍋やるよ。小学生に負けんのよ、無理無理1年前まで幼稚園だった子に負けてんだもん、無理だよ。サトシガさんこんばんは。その子に会ったのが幼稚園生の時だから、その子がダンスの子なんだけど、そう、あのすごいよね、負けると思わなかった。ついこの間負けた1週間しないぐらい前の時、一緒に食べてちゃ負けた。なんか中身の具なんだった、何か当てて、昆布違うって口おかか正解かわいいでしょかわいすぎんでしょ、うん、でずっと喋ってたら横に寝ちゃったこんな可愛い子いんのと思っちゃったもん。やりとりが可愛いでしょこんな日常送ってます私は。私の周りの子がみんな可愛い、最高、ありがたい。おかかお可愛いおかか可愛いでしょ寝ちゃった。なんか何々なのとか聞いてたら、なんか聞こえて、あ、なんかんって思って横見たら、あ、寝てるって思って、超可愛い、大好き
可愛い可愛いって思って、大好きです。女の子だよ、可愛いでしょかわいいがすげえかわいいでしょさっきまで喋ってたやんって思ったもん寝ていいよ寝ていいよって言ったらすぐバイバイってバイバイまたかわいいかわいいって思ってもうちっちゃい子好きちっちゃい子っていう概念あんまないんだけど、その子もダンス上手だから。そうね、絶対上手くなるよ。音止まった音止まったね、中学生の子とね仲がいいどんだけ離れとんねんって感じなんだけど、七個差とかだと思うよ、六七個差、うん、気まずーって思っちゃったけどあの全然敬語とか一切ないから、私の周りって。そうだからありがたい、逆にありがたい。私は敬語が苦手な人だから、みんな小学生の次は中学生メイク教えてもらってるから、なんかどうやったら垢抜けんのかなっつって、二重にしたらあおちゃん絶対垢抜けるよ、まだ垢抜けてないのみたいな、うふふふふみたいな、うん、でも私はもう一重で生きるって決めたから、一重っていうか奥二重なんだけど、一重って言われるからもう一重でいい。でも奥二重を主張する。かわいい、みんなかわいい。私の周りの友達小学生が多いかもしれない、中学生もだけど中高生多いね。的確に指摘する中学生、うん、全然言っていいし。でもてか私の周りで全く遠慮する人がいないそれなって何それ、それなって何、二重の方がいい。私二重の方が良さそうだったら二重チャレンジしてみるよ。奥二重、奥二重だよね私。だからさ、なんでさ一重一重一重言うからさ、みんな一重でもすっごく似合う人はいるじゃん。そういう人になれたらいいなとは思ってるけど、ちょっと私はもう大変身企画をこれからやっていこうと思っていて、ここら辺でいい、ここら辺がちょうどいいです。僕も奥舞台、僕奥舞台なの僕奥舞台なの、うちもうちも奥舞台あ、音か、イエイヌさんこんにちは。私小学校低学年ぐらいまではずっと自分のこと青ちゃんって言ってた青ちゃんもーって、青もーってなって、うん、私ちょっと分かんなくなった時は自分もって言ってた時あった。でもさ、何、かくうさんこんばんは。かくうさん結構お久しぶりかもしれない、私の中で。違うかな、何何
そうです、お久しぶり、お久しぶりでしょお久しぶり。お久しぶりでい。私は人の名前を覚えないでさ、有名になっちゃったらちょっと嫌だからさ全然覚えてますよ。人見知りは男性なんじゃない？あ、私がってこと？あ、違う、うん？私が人見知りするのがってこと？男性の方が人見知りするってこと？私はなんか誰でも人見知りするよ最初は。でも大体大丈夫にしてみせる。そのなんかなんて言うんだろう、私よりテンションが高すぎちゃう人はちょっと人見知りしちゃうかも。だけど一緒ぐらいのテンション感とか若干上の人とかテンションがねとかだとありがたい。最上級になんかギャルーってやられるとおうおうってなっちゃう。もともと一人だけど年取ってきたら二人になった。え、逆になんか私さ二人からこうなんかおおってなる感じだと思ってた。なんでなんだろうね、わかんない。人によるんじゃない、社会現象みたいな。あ、じゃあ怪奇現象、生理現象か。あ、むずいね、日本語むずいね小さい子にはしないでしょ。あ、人見知りしないね全くしない。私が人見知りしちゃったらその子が頑張んなきゃいけなくなっちゃうし、なんだろう、その子が気軽に私に話してほしいっていうのがあるから、何歳なのとか、ダンス始めてとか、ダンス楽しいとか、お友達何人ぐらいいるのとか、そんな感じで仲良くなってって今日遊ぼうみたいな、いいよーっつって公園で遊んでる滑り台してる、ブランコして、かわいい、ほんとかわいい、最強。だいたい私とちっちゃい子の組み合わせだと長くても10分しないぐらいで慣れると思う。大丈夫、任せて。どうもこんばんは、どうもこんばんは、こんばんさん、またまたこんばんはこんばんにちは。お昼だとおひようございます、夕方だとおゆようございます。お久しぶりです、お久しぶりです、お久しぶりです、お久し、おし、おひたしみたいだねこちら お久しでございますって言われても多分わかんないでしょ。お客様こちらお久しでございます。あ、全然全然、こちらこそいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、お久し、お久しなんだっけ、何お久しって、その前におしぼりのこと言おうとしたのか、何それの私も分かんない、お久しぶりです配信のうちゃんが砂の X わかる、私、待って何の投稿してた むずいよね。なんかさ、素じゃない自分も持ってきたいと思ってたんです、もともと言ってしまうと。そのなんかザ・アイドルみたいな感じで行きたかったんです。だけど無理だった、だからもう素で行こうと思って。私は私だし、偽りの私でいたくないし、全部の投稿同じ。え、やめて。やだ。
怒ってる。うち怒っとる。エギースターさん、こんにちは。お、そういう感じ。こういう感じ。おゆうちるパルクーシップサウォールヨットル歯の通せに ただつきすぎないでただ何つけてあったか。マヤミキフーって何何急になんでそんなコメントをしたの。知ってますけど、なんでフーって言ったの。紙にか。多分年下の子が近くに多いからその感じが出るんだと思う。うわあ。やっちまった。どの世代でもいける。なんか私が仲良くしてあげてる側じゃなくて、仲良くしてもらってる側だから、そう、なんか幼稚園の子もそうだけど、小学生の子もそうだけど、本当だったらさ、こんな年上の人とさ話したくないなって思う子もいるわけじゃんか。だからこんな私に話しかけてくれてありがとうの気持ちでいっぱいすぎる。天使な子がいっぱい話してくんだもん。今日ね学校でね、あーかわいいってなる。大好き。みんな大好き。ラビューラビュー、ラブラブラブ。私大人と付き合いは苦手だけど、甥っ子たちが小さい頃は私にめちゃくちゃ懐いて子供に好かれる。一緒。真面目なんだね。私真面目なの。大人の付き合い苦手。私お酒とかが好きじゃなくて、飲める年齢なんだけどお酒がやっぱり好きじゃなくて、吸ってる人もあんま得意じゃなくて、そう、先生と呼ぼうかしら。どうしようかな。いいよ、しょうがないからいいよ。子供が好きなのはもちろんのことなんだけど、子供としてというか、その子が好きだから私は喋ってるところがあって、なんか好いてくれてありがとうだし、好くしだから大好きなの。それが年下の子だったってわけで、友達が何歳だろうがどうでもいい。3歳だろうが50歳だろうが60歳だろうが何歳だっていい。先生とも少し違うかな。なんでやねん、君が言うとるんじゃないか。はあ、やり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 。ごめんねって感じだよね。こういう性格苦手な人もいるでしょ。得意になって、得意っていうか、この性格を受け入れなくていいから、なんて言うんだろう、私を好きにならないよ。なれるかな。大丈夫さ、君なら、君ならできる。苦手だったら通わない。
うん、苦手だったら通わないの。確かにそれあるかも。じゃあ好きなんだね、私のことが。吸いとるんか、君吸いとるんか。よかったね。ありがとう、ありがとう。このルームの人優しい。ありがとう。マニーサラヘヨー、水筒よ。言うとも思ったか、私が言うと思ったか。吸い取るでごわす。吸い取んで。ドゲンカせんといかん、ドゲンカせんといかん。100% 中 2% しか理解できないんですけども、ドゲンはわかんないけど、カせんとっていうのがなんか、カセントっていうのが分かんない。出身どこ？九州、千葉。ダベさんですよ。まあ方言ないけど、私のところは。私の生まれたところは方言なかったけど、うん、千葉出身ですよ。バーチーだよ、バーチーだよ。あ、やばい、宇宙人みたいになった。やばいやばい。沖縄じゃないの？沖縄、沖縄だよ。僕は沖縄だよ、僕は沖縄だよ。ないじゃない。沖縄じゃない。嘘つくな。鹿児島でしたわ。千葉だよ。うち千葉やで。うち神奈川やで。ちょっと BC のショールームの踊り、僕の戻り、俺の戻り、バグがやばい、バグやばいの。なんか手とかで止まってるでしょ。あとなんかみたいなとこ止まってるでしょ。やめて、バチだよ、うちバチ、君バチ。なんかヨガさん、あれっぽい、なんか神奈川とか埼玉とかくるくる、数分前のところにすぐ戻される。うそー、ここで受診をするのです。くるくる、くるくるくる坊や。なんで戻されちゃうんだろうね。横浜か、横浜っぽいわ。当たってたじゃん、当たった当たった、やった。俺、俺千葉、俺千葉、俺千葉。何かおちゃん設定してないよ。何の設定になっちゃってんだろうね。どうやってさやったらいいの、私なんかよくわかんないよ。
なんか設定してないよ。札幌芋チーあるんだ。え、寒いところでしょ。あそこが好き。夏空に出てたところ。自分の家は札幌。あ、札幌なんだ。札幌がじゃあ本拠点なんだね。なんでだろう、私何も設定してないよ。知らないよ。仕事で横浜。あ、そういうことね。え、じゃあ北海道から通ってるってこと。設定画面に低画質、中画質、高画質があるから。あ、ヨハさんファンレベルがありがとうございます。設定画面高画質にしなきゃいいんだよね。配信画質。あ、今高画質だ。これ標準画質。これでできた？わかんない。わかんない。札幌と横浜行き来して、あ、そうなんだ。あ、高画質でいってください。あ、OK です。はい、高画質にしました。うちの PC で見てるけど、特に異常出てないですね。なんだ。なんでだ。なんかあったら言ってください。声がついてください。 OK OK。 なぜかおちゃんのルームでだけ。やだ。じゃあライブに来て直接会ってお話しするしかないね。君来なさい。全然普通に見える。あ、本当？よかった。びっくりした。びっくりした。びっくりした。目がね、こうなるんだけどね。二重にすると大きくなるよ。ライブ行くけど名前絶対言わない。嫌だ。じゃあ、あのライブの時にさ、私んところ来てくれたら許す。リプはダメだって X。 そうね、通常は普通にダメなんだけど、返せる機会を多分作ってくださると思うから、返していいよみたいな期間が来ると思います。待ってて。返したすぎていいねもしちゃダメだと思ってたから、私待ってて。明日レビューライブですか。おめでとうございます。ありがとうございます。明日はお披露目で、明後日がデビューライブみたいな感じの名前なんだけど、僕がヨーハって当てたらすげえな。当てるよ。みんなヨーハさんって言ってるから。嫌われそう私。
あ、やばいやばいやばい。やっちまった。やっちまった。そんな期間が。大丈夫大丈夫。来て。みんな来るのだ。みんな来てねん。びっくりした。全然当たんないよ。ふう。当てられるよ。大丈夫。すぐ当ててやるから。でも多分すぐ分かるよ私。僕ヨーハンって言ったら、ヨーハさんでしょって言うから。ね、当てられるでしょ。大丈夫。待ってるから。わんわんおーちゃんさんも。ヨハって言わないし。なんて言うの。どんぐり拾ってよ。 N さんありがとうございます。多分私は来世ぐらいで、何も言わないな。聞いてください。聞いてね。どん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 目がちっちゃくなっていくから、私ゆっくり行く。 OK、 じゃあ私早く早く行く。ゆっくり来てるから、分かったっていう。名前内緒にしとくから、名前内緒にしとくから、私も誰々さんでしょって言わないから、君って言うとく。君か。でも多分私ガチガチだからダメだと思う。頭真っ白になってるから、あの大丈夫です。多分あの君なんて言わないから多分。40分に終わりにしようかな。嘘。絶対バレないし。嘘でしょ。楽しんでください。楽しむよ。40分やだ。45分にする。あっちもりふったりの前なり、こっちもりふったりの前なり。どんぐり拾ってありがとうございます。レスターさん、くんちゃん、うん、あ、キレキレありがとうございます。 LINE 教えてって言うから、 LINE 教えてって言われたらダメ。嫌。だ。
LINE 教えてっていう人さいるんだよね、よく道端でごめんなさいっつって LINE はやってるけど交換はしたくないですって言ってる。明日早起き、うん、もちろん。おでこ、おでこ、おでこ、何を、おでこ需要ある私のおでこ需要あるイエイ。一緒だね、俺も5時前起き。え、5時前って言ってないもん、寝てるもん。僕のアバターのおでこ、え、これってさ、ギョーハさん、めっちゃ自由ある。あ、自由あんだ私。自由あったわ。ありがとう。ゴー。ピカー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 。ライン教えて。やだ。やだ。やだ。私最近小学生からめっちゃ LINE 来る。さっき言った子とか、さっき言った子よりもあの小学校3年生の子か、LINE からすんごい来る。今度写真撮ろうって。お父さんの LINE 無理送られちゃうお父さん私に似てる。おでこに LINE 教えて、 LINE 教えて書いただけ。じじん、私はね、本当に LINE って書いてあるわ私は追加しませんよ、ごめんねごめんよ。ではランキング発表します。13位、やみちゃんさん、ありがとうございます。やみちゃんさんありがとう。12位、ゆうきさん、ありがとうございます11位、テントさん、ありがとうございます。10位、あきやんさん、あ、目細い人だこれ、ありがとうございます。9位、やっちさん、ありがとうございます。8位、レスターさん、9999、ありがとうございます。7位、N さん、ありがとうございます。あ、出てきちゃった6位、ヨシーさん、ありがとうございます。5位、ヨハさん、ヨハさんポーズ4位、ゆきまるさん、どんくり。この子
かゆいね。3位コバさん、ありがとう。2位タルタルソーさん、ありがとうございます。チャキン。1位アルカさん、ありがとうございます。ヒヒヒヒヒ。クリアミディソ、ウソ、セキッソ、パチパチ、ありがとうございます。コバさん、行かないで、行くよ。こんばんは。ギリギリ配信され配信してた。いよいよ明日です。ネコプさん来る？ありがとう。おやすみ、おやすみ、ゆきまるさん、また来てください。ああ、ショック、今ぶつけた。かゆいかゆい。エンさん、ありがとうございます。さすがに無理っす無理っすか。ありがとう。でも考えてくれて。マスクの絨毯に鼻がこせるの苦手です。マスクの絨毯に、あ、こすれる。私ね、ここ五反田で会おう、五反田で会おう。ありがとう、ヨハさん。出てきちゃってたこれ何の毛って思ってた。明日頑張ってね。またね、またね。佐藤千賀さん、ありがとうございます。ヨハさん、ありがとうございます。繊維、あ、繊維が絨毯って呼んじゃった近場に来ることって近場に来ることあって、タイミング合えば行きます。 OK、 待ってる。トッキーさん、待ってるよ。みんなバイバーイ。ちょい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 、バイバイ。スキップしてね、みんな。こんばんは。さっき夕飯燃えたとこ、なんで燃えたの。あ、終えたとこか。おせと、お疲れ様、ご飯こっちを待ってるよ。待ってて、またね、またね。あ、グチョグチョ、ありがとう。またね、タルタルソーさん、ゆきまるさん、またね。お、トッキーさん、またね。ごたんだ、何時忘れた。何時だっけ。8時とかだったと思う。え、私のインスタってフォローしててくださってたりします？ AO アンダーバーアンダーバー中村で調べてください。あの顔芸やってる、ずっと。あ、じゃあもうちょっとダメ、無理。ウインク苦手。フォローしてるよ、コメントもしてる、ありがとう。着物のやつ見てくれた。ツイッター、 ありがとう、タルトルソーさん。これヨハさん、これ五反田 G6 会場17時45分、開演18時。時間間違えてた、ごめん。最後の方だよ。最後のってか、あの特典会は最高だった。ぜひ来てください。来て、みんなも来てね。いろんなキャラクター待ってるよ。バイバイ、ありがとう。おやすみ、よく寝るのだぞ。バイバイ。今日お休みって書くから、みんなお休みって書いてね。 X 8時に行くわ、やめて。やだやだ、来て。私のインスタ見て、中村青でこの感じで調べて、この感じでね、あの出てこなかったら
中村愛で調べといてください。私は多分出てくるから漢字の変換ができなかったらそれで調べてください。読みは青です。ちゃんとは正式に青です。おやすみなさい。おやすみ佐藤シガーさん、バイバイ。みんなありがとう。黒の謎みんなバイバイ、ありがとう。じゃあねー。5、4、3、2、1。ライブ8時45から9時、特典会21時10分から22時10分みたいね。危ない危ない、これそう、これを見た。おやすみ、おやすみ、こばさん。22時に切っていいよ。いいよ。じゃあみんな待ってて、みんなまだ終わらないって。いいよって言ったから。ちょっと待って、じゃあ22時にしょうがないな。あらっちゅうの、あらってきてる。来てくれるっていうから配信の特典ですよ。こんな豪華な特典がありますよ。10分だけだけど、ごめんね。いいよ。くるくるストーン。あれ消えた、消えた。なんてこった、なかなか豪華な特典きた。豪華なの、私でいいの、ありがとう。寝坊しちゃダメだよ、寝坊しないよ。怖いけどね、ちょっと怖いけどね。早いから、大丈夫。8時45、私たちの出番は8時45から。だから8時半ぐらいに来て。あれなんだっけ、なんか最初からあれなんだっけ、入場ってあれなんだっけ。私初めてだから分かんないんだよね、そこの場所が。まあとにかく8時45からです、出番は。オッケー。私インスタ見れるんだ、ここでログインしちゃえば。あ、分かんなくなっちゃった。VID を忘れたのでできません。ムニムニ。見れなかった、え、見れなかった、なんでそんなに遅いの、なんでそんなに遅いの。ごめんごめん。え、早い方がさありがたい、皆さんからすると。私わかんないんだよね、なんかさ、わかんない時間、うん、時間なんでそんなに遅いってことでしょ。ああ、デビューのあれだからじゃない、最後の鳥ってことじゃないの、だと思ってた。
ディア、ディアさんこんにちは。とう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 。こういうゆるキャラいそうだね。水分取ってね。いや水分取んないからこんな変なことしてるわけじゃないの。自覚はしてる。水分取るよ。でもこれよく言われる。水分取んなって言われる。よく普段から。明日ね、明日水分取るよ。取りますよ。明日水分取る。暑いから。明日暑いの？いや。いや。緊張するね。私って緊張しない風に多分見えるのかもしれないけど、あのステージで踊るとか慣れてるからあれなんだけど、そうなんかさ、初めてのことでもあるし初めての会場でもあるからやっぱり緊張するところあるよね。私たちがメインってわけじゃないから明日は。リチに行きます。しょ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 。眠れないんじゃない？え、そんなことある？寝れない。まあ寝れなかったら寝れなかったでさ、練習する時間が増えるからさ、嬉しいよね。ヒヒ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 ヒほほほ、困っちゃったね。ははは。は逆なおちゃんが気になる。あー緊張してるってこと。緊張しすぎてる。あおちゃん気になるって。気なはれ。緊張しまくってるから。リハで緊張してるんだから本番やばいでしょうね。リハでもう緊張しすぎて笑われちゃったから。ちょっとやばい。本当に迷惑かけないようにしないと。月曜日だよ、あのレビューライブは。月曜日来てね、待ってるから。私のインスタと、X に詳細があるんだけど、一応また今日 X に詳細すぐあのこの配信の後載せるので、ぜひ見てみてください。なんというか一人でいる時の感じが気になる。横に寝てこうやってスマホを持って TikTok 見てる。それぐらいです。あとは動画の確認とかしたりとか、暇さえあればダンススタジオレンタルしてダンス踊ってるかも、一人で。
感じじゃない？特にあんまりそのなんか暇な時間を作らないようにしてるかも。 TikTok 見る時間は本当に夜、一人では喋ってないでしょ。どうかな、どうかな。私それ怖いって言われたんだよね、前喋ってて。チケット買えるように、あ、わかった、わかった、 URL 貼っとく。ということでまた明日ね、待ってるからね。 X OK、X でもあのインスタでも両方告知するから大丈夫。まず先に X で投稿しちゃいます。ぜひ来てください。チェック入れた。あのまた来てください。ありがとうございました。ありがとう、本当に最後まで来てくれて。歯を磨きよ、磨くよ、ありがとう。風呂入るよ、入るよ。みんな歯を磨けよ。じゃあね、ありがとう、バイバイ。今度こそまたね。今度こそまたね。ありがとう、タルトルゾウさん。皆さんもありがとうございました。バイバイ。じゃあね、どうかな、どうかな。あいきまるさん、またね。どうかな、どうかな、どうかな。浜成屋さん、おやすみ、ありがとう。本当に終わりにします、ごめんね。5、4、3、2、1、ありがとうございました。バイバイ。おやすみ、ゆきまるさん。ありがとうございます。バイバイ、みんな。おやすみなさい、タルタルソースさん。コバさん、ありがとう。じゃあねー。